J.C. ゴッドシェートヨハン・クリストフ・ゴッドシェートは、ドイツ啓蒙主義時代の文学者。ケーニヒソベルクに、牧師の子として生まれ、ザクセンに移住して1734年から、ライプツィヒ大学で、私学、哲学の教授として、フランスの合理主義思想を固執した。哲学では、ゴッドフリート・ライプニッツや、クリスティアン・ウォルフの系譜を引く。 当時のバロック風の歪曲、誇張された傾向に対して、ドイツの演劇、文学、言語の革新を志した。ゴッドシェートは、文学の革新は全ドイツの共同の栄誉を目標と、すべきであると考えていたが、当時のドイツ文学は取るに足らぬ伝統しかないために、フランスのピエール・コルネイユとジャン・ラシーヌや詩学では、ニコラボア・アロー・デプレを、良き趣味の手本として推奨した。 劇場が、正当ハルター派にとっては、悪魔の説教団であった時代で、演劇に関心を持ち、俳優の地位と演目内容の向上、さらに近代標準語の純化と普及に功績があった。1727年から1740年頃の名声は非常に高かったが、チューリヒの大学教授で、イギリスのミルトンを模範とすべきと主張するボードマーや、 ブライティンガーと論争をし、それを境として、ゴッドシェートの名は、学問を鼻にかける愚物の代名詞となり、軽蔑にさらされる。つまり、イーゼは自ら喜劇を書き、良き協力者であった。女優の FC のイバーもはじめ彼と親しくしていたが、後には敵対する。ライプツヒに没する。ゲディクタ、ありがとうございます。